グリーンバーディはニュージーランドで生産された香港の競争場。香港グレードの重症競争のほか国際競争である2010年、クリス・フライヤー国際スプリントの優勝場。場名のグリーンは、場所が環境力化運動に関心があることから由来された、冠名、バーディは、父名であるキャトバードからの連想。ニュージーランドの若ぬいファームで生産され、 セリー値にて23万ニュージーランドドルで落札される。2006年当地で競争場デビューを果たしたグリーンバーディーは7戦2勝という成績を残し、香港へと天馬やする。以後主戦場を砂田へと移した本馬は、天馬や2年目の2008年に香港、ローカルグレード競争を2勝するも、G1 では爪が甘く赤配が続いていたが2010年5月移籍後、 初めての海外競馬となるクリスフライヤー国際スプリントにてレース直前に話馬するアクシデントもあった中地元シンガポールの実績馬ロケットマンを首差しりぞけ2009-2010年シーズンを国際 G1 勝利で締めくくるグリーンバーディーはその後地元香港では使えるレースが限られるという陣営の判断から2010-2011年シーズンの初戦として 日本のセントールステークスに出走。前走にて、ロケットマンを破った実績から国際的な評価は、金車差の奇跡よりも上とされた本馬はここでも2着と、結果を出し、スプリンターズステークスに駒を進める。最内一番枠を裁くのに手間取り、終始後方で揉まれる、失敗レースと評されながら、能力の高さでカバーした前走の内容から、スプリンターズステークスでは一番人気の指示を、 受け出走も直線で束が壁となり前走で見せた伸び足を発揮できないまま7着敗退。レース前、直線で前が塞がらなければいいレースができるとコメントした人営の急が現実となる結果に終わった。帰国後も現役を続けたグリーンバーディーは翌2011年高松宮記念にも出走する予定であったが東日本大震災の影響によりこれを辞退し9月に 再来日。2010年同様のローテーションで2走するも、前年より未勝利が続く内容から、ロケットマンを一周した去年がピーク、前世紀の勢いは、と報じられるなど、前年よりも評価を落とし、結果を出し得ずに終わった。その後、12月の香港スプリントに出走したが11着に、敗れた。このレースを最後に現役を引退した。ありがとうございます。